よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でまた美容師としてですね、今回の、ヘアスタイルの、作品を作り始めたっていうのは皆さんいつ頃になるかっていうところをちょっと聞きたいなと思いまして。そうですね、アシスタントの頃はほぼほとんどやってなくて、スタイリストになって、それで何かこう媒体の仕事をいただいたりとかっていう時に、全然経験がなかったので、そういう時にモデルさん呼んだりとかして、それでメイクしたりとか部屋作ったりとか、あとは写真といってもその頃はなんか普通のカリカリカリみたいなフィルムああいうので撮ったりとかしながら、試行錯誤して作ってましたね。スタイリストになってからですね。その当時っていうのはどういった目的で、当時はやっぱり雑誌のこう例えばヘアカタログの撮影とかをいただいたりとかした時に、なんかじゃあどうしようかなみたいな、次のどういうの出そうかなみたいな、そういうのを作ったりとかしたりとか、あとちょっとした時はタレントさんのヘアメイクとかも徐々にさせてもらえるようになってきたので、そのなんかテーマに、CM だったらこういう打ち合わせ通りのこういうテーマだから、じゃあこういうヘアにしようかとか、こういうメイクにしようかとかっていうのをこう考えながらとかっていう風な感じでやってました、前とは違う、昔とは違う、っていうところで言うと、どういった点がこの作品を、そうですね、昔ほどなんかこう、なんていうか、昔はこう形とかにすごいこだわってたんですよ。例えば髪の毛の、例えばこの一筋とか、毛先のカール具合とかっていうのをもう事細かくこだわってこう作ってたんですね。でも今だともっとよりナチュラルというか、よりナチュラルというかよりリアル、だから動いててもいいじゃんみたいな、ちょっとこうずれててもいいじゃんとか、形としてはこうシルエットとかはちゃんとしてるんだけど、可愛いきゃいいじゃんっていう感覚にもう多分みんななってきてると思うんですよ。だから僕もちょっと葛藤があって、これでいいのかなっていうのがあったんですけど、でも逆にこれがいいんだ、これが時代だっていうような思いというか、でも今の韓国風のヘアとかは厳密に作ってないとああいう風にならないので、面をきれいにしたり、カールとかの度合いとかをうまく作ったりしないと、逆にあれは難しいのかなっていうのはありますね。なので、作品を作り上げるっていうふうに心がけてるっていうところに、ではトータル的な、そうですね、僕はあとはあんまり変なっていうか、結構人に受け入れられる半歩先ぐらい、だから本当のリアルの髪型を作るんじゃなくて、それプラスちょっとこう何ですか、生意気じゃないですけど、現実ちょっと離れした作品を僕は作るようにしてるんですね。だからリアルにこんな感じの人って、いるっちゃいるけど、それ自分でできないだろうっていうところをちょっとだけこう狙っていってますね。作品を作ることで、皆さん自身のご自身キャリアというか、美容師人生にどういったその、影響があったのかっていうちょっとお聞きしたいなと思いまして。そうですね、よく思ってたのが、美容師として名前を挙げるとかっていうんだったら、多分ちょっと変なの作んないとダメなんですよ。変なのっていうか、なんていうんですかね、業界に受け入れられるようなそういうデザインとかを作って、例えばコンテストとかフォトコンとかで名前を挙げたりとか、ヘアショー出てちょっと美容師としての何かをね、こう何かを持つみたいなっていうなのが、例えばこっちのリアル的なやつだと、普通のお客様の目線から見て、それで私たちこうやってこういう可愛くなりたいなとか、こういうふうにこのデザインやりたいなとか、なんか多分簡単に言うとこう二面性があるんですよね。で、僕もよくお客様にこう昔よく聞かれたんですけど、例えば
ヘアショーとかってすごいの作るじゃないですか、なんかわーっとかつなんかこんなの、うん、で普通の人はそういうの見たことないんですよね。そうですね、で普通の人はこういうの見たりとか、うんまあ、昔あった雑誌、まあ、今あったネットとかなんですけど、そういうのはこういうの出てないじゃないですか。なので、まあ、ちゃんとこう使い分けができるような美容師というか作品っていうのをすごく、まあ、テーマとして出してて、やっぱりその見る先の人も違いますし、そういうところもしっかりとあの捉えた上で の, あのデザインっていうのを考えてまいりますね、いつも。今も写真は撮られて、写真は今はもう撮ってないですけど、まあ、大体あの見てればあの分かります、なんかこう上がってくるんだろうなみたいな。まあ、だから、まあ、もう簡単に言うと硬いライトなのか柔らかいのかみたいで、これでもう全然作り方違うので、だからパッと見て、あ今日はこういうのなんだなと思ったらもうそっちに合わせて作ってきますし、逆にこっちが言える立場だったらこっちがこういうので撮ってくださいみたいな、まあ、自社の作品とかだったら全然こういう光でこういうのがいいなみたいなことは言えるので、まあ、それで自分でなんかそれに合わせて作ったりとかはできるので、でプラスやっぱり僕らもプロじゃないので、言うてもなので、プラスそのカメラマンさんのサプライズじゃないですけど、それがすごい楽しみというか、自分の作品をもっとなんかもっと持ってってくれるっていうか、そういうのはすごい楽しみですかね。